皆さんこんにちは、みやりんです。今日はですね、暗記に使える文房具を9個10個ぐらいご紹介していきたいと思います。暗記ってなかなかね大変っていう風に思う方も多いと思うんですけど、使うツール、文房具を工夫することで結構覚えやすくなったり効率が上がったりするので、今回はね最新文房具も含めてちょっといろいろご紹介していきたいと思います。でちょうど先ほど MBS さん、TBS さん系列の 100% アピールちゃんという番組の中で小倉優子さんにおすすめの文房具をご紹介させていただいたんですけど、そこでご紹介したものもいくつか出てくるかと思いますが、さらに補足的にご紹介できればと思います。ということで、まず一つ目はいつもご紹介しているものではあるんですが、こちらのバインダーと中身のリフィルです。中身の、ね、リフィルはこんな感じで売られているんですが、これはですね、私が東大受験をするときに作っていた暗記ノートですね。こんな感じで覚えたいことをオレンジペンで書いて、こういう風に赤シートを自分で切って穴開けパンチで開けて挟んでおいて、こういう風にね隠して覚えるという方法で暗記をしていました。やっぱりね結構ね効果のある勉強法だなと私は感じているので、このバイブルサイズのファイル、エトダンジェコスタリカさんというところの商品なんですが、このバインダーファイルとリフィルを使って暗記ノートを作るというのが個人的に私は、ね、一番効果があった方法です。 Amazon とかあとロフトさんとかでも買えるかな。 Amazon では確実に買えると思うのでリンクを概要欄に貼っておきますね。そして続いて単語カード系でちょっと2つほどご紹介しようと思うんですが、1つがこちらです。これ最初フォロワーさんに教えていただいて私購入したんですが、一見ね何の変哲もない単語カードに見えると思うんですが、実はですねこれここがゴムになっていて、単語カードってここが金属製の輪っかみたいなのがついていて、でもゴムを別でここにつけないとばらけてしまうと思うんですけど、これはですねここがゴムになっているので、こういう風にしてこうやって止めることができちゃうんです。なんかありそうでなかった発想ですよね。だから輪ゴムなくす心配もないし、ばらけちゃうこともないっていうので、すごく考えられたアイデア商品になってます。単語カードの使い方は今度また動画にしようかなと思ってるんですけど、まあ、中身は普通の単語カードになっているんですが、単語カードっていうのはもう何回もこう繰り返して接触回数を増やしてたくさん勉強できるっていう意味で暗記にもすごく役立つものなので、ぜひね使ってみてもらうといいかなと思います。で、ちょっと変わり種の単語カードがもう一つ、こちらです。こちらはですね、フロタンというものです。実はこれね、私中学生か高校生ぐらいの頃から持っているんですけど、今もね、売られています。これ何かというとですね、お風呂で使える単語カードになってます。耐水性があるので、お風呂でも使うことができて、あとね、ちょっと濡らすと、この紙自体がお風呂の壁とかに貼ることができるんですよね。なので、例えば、英単語を書いておいて、壁に貼って、で、裏返して答えを見るとか、そういう風に使うこともできます。鉛筆と油性のペンで書くことができるんですが、鉛筆で書いた文字はね消しゴムでも消せるので間違えてしまっても安心です。ちょっとね枚数は少なめではあるんですが、隙間時間を使って勉強するのすごく大切なので、お風呂でも勉強したいっていう人にもおすすめです。続いてこちらです。手ぶらで暗記スマタンの12行タイプですね。じゃあ先ほどの番組でもちょっとご紹介があったかもしれないんですが、これはですねアプリと連携して暗記がはかどるようなアイテムになっています。これ開けてみるとこんな感じになっているんですが、こんな風にリングノートのようになっていて、左側に問題、右側に答えを書くような感じで単語カードというか単語ノートを作るような感覚で書いていきます。これはね単語とか古文単語にももちろん使えますし、社会科とか理科とかの一問一答に使うとかもありだと思います。そして専用アプリを使ってこの見開きの状態のノートを撮影します。で、これを取り込むと、このようにですね、単語カードのようなものがアプリ上に作られます。これをタップすると答えがわかります。で、覚えてたなって思ったら上。で、もし、あ、この単語覚えてなかった、間違えちゃったわってなったら、下にスワイプをするっていう風にしていきます。っていう風に最後までやると、こんな風に丸バツどれが合ってたかというのがわかります。で、それがね、学習進度としてグラフでも出てきます。まあ、ちょっとね回数重ねていくとどんどんここが溜まっていくんですが、でまたやりたいなと思った時にこのカードを絞るって押すと、もう間違えたものだけ、バツだけっていう風にすることもできるので、今まで間違えたものだけを効率的に復習することもできます。これはね紙の単語帳とか単語カードとなかなかできないことなので、これアプリね強いなと思います。満員電車とか乗っているとなかなかこうノートとか単語カードを広げるって難しいと思うんですね。っていう時にこういうスマホさえあれば、ちょっとこのねちょっとスペースがあればね、スマホ
で暗記ができるっていうので、すごくそういう意味ではねおすすめです。だから今の商品と同じシリーズなんですが、こちらですね、スマホで暗記スナップというものです。これね同じペンじゃないんですよ。そうですね、ペンが2種類ありまして、どっち買っても両方買ってもいいんですが、まずこちらはですね、こっちも番組紹介あったかもしれないんですけど、このマーカーでなぞってとある通り、覚えたいところをマーカーでこのオレンジのペンでなぞるんですね。こんな風に覚えたいところをマーキングして、でこの暗記スナップのアプリで写真を撮ります。こんな感じでオレンジペンで塗ったところが認識されます。でちょっとたまに関係ないところがこう出ちゃうので、これはちょっとディリートで消しておきます。ちょっと赤いペンとか赤い文字がたくさん出てくるようなページでやるのはおすすめできないですね。ちゃんとオレンジが目立つページじゃないと誤認識がちょっと多いので、そこだけ気をつけて使った方がいいかなと思います。で、これを見るとこんな感じでしっかりマスクされた状態になります。で、ここを押すと答えが見えるので、赤シートでやってる感覚に近い感じでね、こうクイズ形式で、ね、勉強することができます。で、このシートってところを押すとこんな感じで緑シートが現れて、こうやってね消しながら本当にシートを使っているかのように使うこともできます。っていうなかなか面白いアイテムになっています。で、もう一個のこちらなんですが、こっちはですねボールペンタイプになっています。今のはねマーカータイプだったんですが、これはですね覚えたい単語とか用語部分をこのボールペンで書いていきます。で、このように写真を撮ります。オレンジ色が多すぎます。なんでオレンジ色が多すぎんのって、ちょっともしかしたら髪がオレンジっぽく見えてんのかな。こういうのがあると厄介ですね。ちょっと電気を消しますね。選択し直して OK すると、ちょっとあまり認識が良くないですね。このボールペンのやつはちょっと使いづらいかもな。そう、昔私使ってあんまりうんって思ってって時があったんですけど、ちょっとこれを進化してるのかっていうのがちょっと心配ですね。こうなってしまうとちょっとね隠しづらいので、なのでちょっとボールペンタイプは部屋のライトがもしかしたらオレンジっぽいと厳しいかもっていう理由かもしれないです。なので使うならやっぱりどっちかって言ったらボールペンタイプよりはこのマーカータイプの方が使いやすいんじゃないかなと思います。それからこちらもやり方としては似ていますが、暗記用のペンセットになってます。これね結構安かったんじゃなかったかな。これ一本ずつでももしかしたら売ってるかもしれないです。今回はセットで買っていますが、チェックルというものなんですけど、こちらのペンはですね暗記用ペンとチェックルという風になっていますが、こちらの緑の方がマーカーになっていて、覚えたいところをバーッと先ほどのマーカーと似てますが引きます。で、そこからこのねセットに ついてるんですけど、この赤シートで隠すことで緑でマーキングしたところが黒く隠れるので問題にすることができます。で、ね、ちょっとびっくりなのが、こういうペンの今までのネックは1回引いてしまうとかなり黒く塗りつぶされてしまうということと、裏写りしやすいということと、あと1回引くと消せないっていうのがネックで、私はちょっとねあんまり使ってなかったんですが、実はねこちら暗記用消しペンというのがついていて、このペンでねなんと消すことができるんですよ。こんな感じになっているんですが、こんな感じで2回ほどなぞるだけで綺麗になくなります。これすごい不思議ですよね。これはめちゃくちゃ便利だと思います。覚えたやつはこうやってどんどんね色をなくしていくっていう風にするとまた元通りぐらいの綺麗になるので、暗記マーカーの中だったらこれはかなり優秀だと思います。オレンジの方はどうなっているかというと、これはですねかなりシンプルにオレンジのペンで覚えたいことを書くと赤シートで消えますよというものです。特にこれはね消せるとかではなくて、かなり普通にシンプルにオレンジのペンとして使えるというものです。まあ、セットになっているので使いやすいですよねってところが一番ポイントかなと思います。そう、どうしてもね暗記グッズは割と赤シートを使うグッズが多くて、ちょっとねなんか赤シート話なんかばかりしちゃって申し訳ないんですけど、ちょっとねそういうグッズがやっぱり多いです。で、その例に漏れずこちら、これはね私もあんまり見かけたことなかったんですが、見えるかな、はい、こちらです。ちぎる、これはですね付箋が9枚入っていて、あと赤シートが1枚入ったセットなんですけど、こんな感じでねクリアファイルみたいなものに、こういう感じでね、わかるかな、こういう付箋が入っています。これがねちょっとシール台紙みたいになってるんですけど、こういう感じでなっています。で、これをちぎって使うことができるんですね。このサイズに合わせてちぎりたいと思います。ちぎるのはめちゃくちゃ楽です。でも隣でちぎれちゃったりする、持ってたとこじゃないとこでちぎれちゃうことがちょっとありそうですが、こんな感じでちぎったら覚えたいところに貼ります。
こんな感じ。すごく綺麗に貼れます。で、これをこんな感じでやるとしっかり隠れてくれます。これね、使いやすいは使いやすいと思います。ただちょっとちぎるときにね、狙ったとこじゃないとこでちぎれちゃうかもっていうのだけ厄介ですが。で、覚えたらこれは付箋なので、こんな風に剥がすことができます。すごく剥がしやすくて、これはね、かなり使いやすい方じゃないかと思います。ちょっとね、小さくて可愛いので、一回試してみてもいいかなと思います。そして最後がですね、こちらの剥がせるマーカーというものです。ちょっとね、今回グレーにしちゃったんですけど、すいません。本当は青をご紹介したくて、こちらがですね、これの一個前のモデルと言っていいのかな。リニューアルをしたのかなと思ったら結構同時に売られているので、ちょっと私もよくわからないのですが、甘味堂さんの商品で、付箋マーカーというものが、もともとね、こちらがあったんですけど、これの後に出た、最近出たモデルが、この付箋じゃなくて、剥がせるマーカーというものです。商品の内容としては基本的には同じで、貼って剥がせるマーカー、付箋でできているので剥がせる、でもマーカーのように使えるというものです。で、どうやって暗記に使うかというと、じゃあですね、いろんな色が出てるんですが、この青いものに限ってはさっきのね、商品にも似てると思うんですけど、赤シートでの暗記に使うことができます。で、ちょっと私剥がせるマーカーの新しい方は青じゃなくてグレーを買ってしまったんですけど、ちょっとこれは使い方だけこれでご紹介して、これも青出ているので、もし買いたいなとか使いたいなって人はね、青を買ってもらうといいと思うんですが、ちょっと今からご紹介しますね。まずこちらの前のモデルですね、付箋マーカーの方なんですが、こういう感じで覚えたいところに見えるかな。そしてここまでピーッと引っ張って、こうね、押し込んで、こう押し込むんですが、刃を出してちぎるという風にします。で、ちょっとだけね、これ使いづらさはあるんで、ちょっと切るのがコツがいるんですが、しっかり赤シートで隠れますし、付箋になっているので覚えたら剥がすことがこれもできます。こんな感じで簡単に綺麗に剥がれるというのがね、この付箋マーカーのいいところです。で、こちらの新しいモデルというのかな、この剥がせるマーカーなんですが、コンセプトとしては同じで、形がちょっと変わったものになってます。違いではありますが、比べるとね、こんな感じでちょっと違うのがわかるかと思います。これね、普段はこんな感じでコンパクトにすることができちゃいます。ちょっとこれ今青じゃなくて申し訳ないんですけど、青もあります。これはですね、ここのテープをちょっと伸ばして、起点をね、押したいとこの起点に置き、ちょっとここが難しいんですけど、で、こう引っ張って行きたいとこまで行ったら、ここの刃先のところをちょっと軽く押します。そうすると結構簡単に切れるようになってます。前よりね、ちぎりやすくなったと思います。でも、どっちにしろちょっとコツはいる感じ。ちょっとグレーなので分かりづらくて申し訳ないんですけど、これね、暗記に使いたい人はグレーじゃない、ブルーを買っていただくといいかと思います。コンパクトになったっていうのもね、すごくメリットだなと思ってます。ということで、暗記に使える文房具が9個10銭かなでした。すぐね、パッと使えるものもあれば、ちょっと慣れないと使うの難しいものもあったり、ちょっといろいろなんですけど、自分がね、楽しく暗記ができるものっていうのをぜひ見つけてみてもらうといいかなと思います。暗記グッズに限らず、使いやすい文房具とか便利な文房具を使うことで勉強の効率グンとアップさせたり、モチベーションがグンって上がったりっていうことがすごくあるので、ぜひね、勉強困ったなっていう場合は、一旦文房具をちょっとこだわってみたり、新調してみたりするっていうのはおすすめです。で、また次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。